お二方ともやっとお戻りになられたのですね。まさかこんなに時間がかかることだとは思いませんでした。本当にお疲れ様です。いやいや、オイラたちがディルックの旦那に協力するって言ったんだから気にすんなって。そういえばディルックの旦那は帰ってきたのか。オイラたち高飛びの浜に行ったけど見かけなかったぞ。申し訳ありません。旦那様のスケジュールについて私も正確に把握していないのです。ただ旦那様は最近エンジェルズシェアに現れたと聞きました。これはもういつものことですが、旦那様は面倒ごとを片付けた後その後処理まできちんとされます。ですのでもうじき帰ってくる頃かと。お二方も焦らずワイナリーでしばしお休みください。結局ディルックの旦那とはすれ違いになっちゃったみたいだな。じゃあワイナリーで待ってようぜ。そういえばアデリンって普段はワイナリーで忙しそうにしてるけど、なんで今日はずっとドアの前に立ってるんだ。もしかしてディルックの旦那が帰ってくるのを待ってるとか。そんな風にずっと立ちっぱなしなんて大変だろう。お気遣いありがとうございます。ただ私には頼まれた仕事があるんです。ここで特別なお客様を迎えるようにと旦那様より仰せつかっておりまして、もし一部の特別なお客様がいらっしゃった場合忠告してお引き取りいただくんです。今は状況が特殊なので別の問題が起こらないようにそのお客様たちをワイナリーから遠ざけてほしいと旦那様はおっしゃっていました。アデリンの言ってることがよくわからないんだけど、でもその口ぶりからするとすごく大事な仕事みたいだな。お二方のご理解とご協力に感謝いたします。ですが旦那様のために随分と駆け回ってくれたのです。ここは私にお任せください。ただもしよろしければこの手紙を屋敷の中に持って行ってはくれませんか。ドアの右側に机がありますのでそこに置いてほしいのです。その机には手紙が整理して置いてあります。これをその一番外側に置いてください。これってディルックの旦那宛ての手紙か。はい、これは旦那様の情報提供者からの手紙です。そのため処理と保管は旦那様の腹心にしか任せられません。だったらディルックの旦那に信頼されてるオイラたちにぴったしだな。ええ、お二方は旦那様の大切なご友人ですから。ではこの手紙をお願いいたします。机の上に手紙がたくさんあるぞ。どうやらディルックの旦那は出かける前にこれら手紙を読んでたみたいだな。この感じからするとかなり急いでたみたいだ。アデリンに手紙の整理を頼まれたけど肝心の順番がわからないな。手紙を読んで届いた日を推測するしかなさそうだ。確かにそうだな。だったら手紙をきれいに並べるだけでいっか。来ていたのか。行動が早いな。うわあ、急に現れるだよ。どうしてそんなに慌てているんだ。さっきアデリンにこの手紙を置いてきてくれって頼まれたんだけど、正しい順番が全然わからなくて。それにこれってディルックの旦那の私物だろ。勝手に読むのは気が引けたから。そう萎縮する必要はない。それに君たちのその表情、
かなり興味を持っているようだが。手紙に書いてあるのはどれも昔のことだ。情報を残すためにこれらは保管していたんだ。ここ最近はいささか特殊な状況にある。改めて詳細を確認するためこれら手紙を読み返していたんだ。この件には君たちも関わっている。もし情報が知りたいのなら読んでくれて構わない。好奇心を抱くのは何も悪いことじゃないからね。むむ、そういえばリルックの旦那から山の果物の香りがするぞ。あ、バルベリーがある山に行ってたんじゃないか。なかなか鋭い。確かに暴風山地に行っていた。詳しいことは後で話そう。何のことを指してるのかさっぱりわからないぞ。他の手紙も読んでみようぜ。もう整理できそうな気はするけど。わかった、届いた日をしっかり見極めよう。
それじゃあ手紙を順番通りに並べよう。なんだか少し分かった気がする。ディルックの旦那ってかなり苦労してきたみたいだな。かつての騎士団からは誤解されて、いろいろな制限まで受けて、正義の味方も大変なんだな。いつも一人で戦って、周りの人たちは現実のいざこざのせいで助けられなかった。おう、そうだな。それに今オイラたちがいる。全力でディルックの旦那を助けてやろうぜ。そう、これは友情のためだ。決してブドウジュースが飲みたいからとか、そういうんじゃないぞ。で、あれ？どうしたんだ？ディルックの旦那、その服に着替えたんだな。それに髪も高いところで結んでるし、なんだか急にフォーマルな感じになったぞ。その服？これを見たことがあるのか？異常の起きた地脈で見たんだ。あれって過去の幻影なんだよな。うん、そうだ。なあ、聞いてもいいか？昔何があったんだ？ディルックの旦那はどうしてあそこで戦いを？いつも通り、よからぬことを企むアビス教団を片付けていただけだ。かつてアビス教団が多方面から攻勢を仕掛けてきたことがあった。あいにく奴らでは僕にかなわなかったが、当時僕たちは高飛びの浜一帯で戦っていてね。その時の状況が異常に活発化した地脈に記録されたんだろう。ここ最近また地脈が乱れている。そのせいで当時の情景が映し出され、君たちはそれを見ることになったんだ。魔物たちを片付けさえすれば、自ら地脈の汚れに触れない限り再び活性化することはない。だが放っておけば必ず騎士団がこの件に介入してくる。彼らのやり方ではきっと地脈を見張るために人を手配するだろう。騎士団が担当してくれるなら別に悪いことじゃないよな。いや、騎士団のメンバーはそのほとんどが遠征に出ている。動かせる人員がもともと少ないんだ。現状この異変がアビス教団の仕業かどうかは断定できない。だがもしことをせいて人を動かせば、どこかの守りが手薄になり、その隙を打たれるかもしれない。それに僕は騎士団の人間と交渉したくないんだ。そんなことに時間を費やすくらいなら自分で解決した方がいい。アビスの魔術師を数名捕らえて情報を聞き出し、教団の動向を確認する。そう難しいことじゃない。それから騎士団の方にはこちらに協力するよう人を介して伝えてある。トラブルを片付けるのが騎士団の仕事だ。実際に問題が起きた時には彼らも現場にいるべきだろう。確かに僕と彼らとでは理念が異なる。騎士団の人間と行動するのは好きじゃないが、このくらいであれば互いに手を組むのもやぶさかではない。なんだかディルックの旦那の影響力が以前よりもさらにパワーアップしてる気がするぞ。脅威を排除するにはあらゆる力を最大限まで生かす必要がある。とにかく君たちの協力に感謝する。アデリンから話は聞いた。今回の礼にこれを受け取ってくれ。これは僕が一番気に入っているブドウジュースだ。
果実の中でも最高ランクのものを使用している。ちょうど未開封のものがあったから君たちもぜひ飲んでみてほしい。しかし君たちがブドウジュースを好きだとは知らなかった。次からは特別価格の商品を待たずに直接倉庫に行って受け取るといい。支払いは僕につけておいてくれて構わない。うん、これから人に会うたびにオイラたちは暁ワイナリーの大切なお客さんだぞって自慢できるな。だってこのブドウジュース少なくとも数万もらわするだろう。それをただでもらえるなんて、ディルクの旦那ありがとうな。それから今夜時間があったら一緒にディナーでもどうだ。アデリンにもすでに用意を頼んである。ただその前に片付けなければならないことが残っているが。ああ、漠然とただ待つのは僕のやり方じゃない。それにさっきはアビス教団を疑っていると言ったが、調べた結果どうやらそうでもないようだ。これが自然現象ならその後始末をすべきだろう。おいらたちも。そうそう、何しろこんなにいいブドウジュースをもらったし。いやいや、たとえ賞賛が9割あろうとも気を緩めてはいけないからな。お、いい心がけだ。ならば出発しよう。よし、今回は正義の味方も少しは楽できるはずだよな。そんじゃ出発しようぜ。最後の戦いを終わらせてトラブルを全部解決しよう。これらの手紙に書いてある内容って一つのことだけじゃないみたいだ。昔いろんなことがあったんだな。何があったのかちゃんと把握するには細かいところまでじっくり考えて読まなきゃいけなそうだ。他に読みたい手紙はあるか？これらの手紙に書いて何があったのか、他に読みたい手紙。
らの手紙、何があったのか他に読みたい。ガイア様、ガイア隊長、ようこそお越しくださいました。まさかここにガイア隊長がいらっしゃるなんて。何か急用でしょうか？アデリン、その言い方はあまりに水臭いんじゃないか。実は騎士団にまた闇夜の英雄の目撃情報が届いてな。目撃者はその闇夜の英雄に似た人物がどこに向かったのかまではわからなかったそうなんだが、俺は暁ワイナリーの近くに容疑者がいると踏んでいるんだ。そうなのですか？そういえばガイア隊長は闇夜の英雄と同時に現れたことがありませんよね。それにガイア隊長はよく暁ワイナリーに現れます。闇夜の英雄と同じです。つまりガイア隊長こそが闇夜の英雄だと、そう考えていいということでしょうか？確かに一理あるな。まさか俺があの噂の闇夜の英雄だったとは。申し訳ありませんが、ガイア隊長、本日は暁ワイナリーで火災対策の安全点検が行われるんです。日を改めてお越しください。おいおい、せめて夕食にぐらい誘ってくれてもいいんじゃないか。はあ、だが確か今日は他にも書類仕事があったんだった。そうだな、ディルックにこう伝えてくれ。警戒地域の設定はもう済んだ。民衆は気づかない。相手にすぐ見破られることもないだろう。ガイア隊長の言っていることは相変わらず難しいですね。ただのメイドである私では理解いたしかねてしまいます。旦那様は本日ビジネスパートナーと商談するためお出かけになりました。今どこにいるのかは私にも分かりません。旦那様が帰ってきましたらガイア隊長の言葉をそのままお伝えいたします。ただその中の真意まではちゃんと伝わるか分かりませんが。そうか、昔から使ってきた暗号が分からないようじゃ、ガキの頃からの時間が全部無駄だったってことになっちまうぜ。そういえば最近ワイナリーに何か新しい商品はないのか。せっかく来たんだからいい酒を買って帰りたいんだが。ガイア隊長もご冗談を。こちらでは小売りしていないことをご存知ですよね。それでは本日はご訪問いただき誠にありがとうございました。逃げ道はありません。はっ、そこ。天理チョーク。風と共に去れ。熱戦、一体を召喚せよ。では。
これで一段落だ。少しすればこの異常な地脈の汚れも消えるだろう。うん、みんなで頑張った結果だからな。やっぱり正義の味方にも仲間が必要なんだと思うぞ。ディルックの旦那ばっかり走り回らせてちゃダメだ。仲間は多ければ多いほどいいんだし。仲間、他の人と共に行動するのは久しぶりだったが、この感じ悪くはない。機会があったらまた共同戦線を張ろう。紙があるぞ。少し前にディルックの旦那が読んだものっぽいな。どの手紙から読むか選んでくれ。あれ、ここにも手紙があるぞ。少し前にディルックの旦那が読んだものっぽいな。どの手紙から読むか選んでくれ。手紙があるぞ。少し前にどの手紙から読むか選んでくれ。手紙があるみたいだ。どの手紙から読む？手紙がどの手紙から読む？手紙があるみたいだ。どの手紙から読む？
にも手紙があるぞ。よし、どの手紙を読むか選ぼうぜ。ここにも手紙があるぞ。よし、どの手紙を読むか選ぼうぜ。